どうもよしーです。さあ、本日の階段を浴びる会に来ていただきましたのは、この方です。空気階段、塊まりです。よろしくお願いします。お願いします。あのー、ビビってます。この、はい、まさか、はい、まさか KOC チャンプが、はい、まあ、あのー、言ったら、そのキャスティングの社員さんに、この、 階段のイメージない人を、バーって上げて、俺一番多分来てくれる確率低いやもん,ん、か本当ですか,本当ですかだって空気階段と多分一緒になるので、もう寄せぐらいやってるんか本当、はい、そうですね。幕張と本当幕張幕張ですね。寄せ、ね、さんと一緒になるので, <laughs> で、出番も漫才やからトップとかさ、はい、最後の方とかで、はい、空気階段が KOC と ってぐらいは、も、もたれとか、その真ん中ぐらいにあるから、はいはい、なかなか袖とかで喋る機会もなかったから。なかったですよ。結構、久々ですね。そうよな。何、はい、やったら、2、3ことぐらい喋ることあっても、がっつり喋ることなんかもう初めてやんか。あ、はい、初めてですね。嬉しいよ。いや、嬉しいです。だから僕は、まあ、あのー、 階談じゃなくての、服のチャンネル吉井さんのすげえ見てました、ね。嬉しい。<laughs> むちゃくちゃ意外やん。<laughs> 嬉しい。<laughs> 出してくれへんな <laughs> それ <laughs>。これいよいよと思ってたんですけど。<laughs> 嬉しいななんかさ、<laughs> はい、空気階談って言ったらもう、メディアもそうやけどさ、はい、コントで、はい、もう日本あんぎゃしで、はい 老後の生活支えるみたいな。え、確かにそのプランはずっと立ててます。絶対そうよな。<はい S 2> 職人で、職人のまま生きていくっていう感じしたから。はいはい。え、YouTube はやってんの ?YouTube チャンネルあります。一応そのコンビの空気ャダチャンネルってあるんですけど、でもネタだけ。そうよな。<はい S 2> その個人のパーソナルをなんかするみたいなことじゃないやんか。わ、そうです。やっ ってないですね。だからあれか。033とかしソンヌとかもまあ、そうやもんな。ネタのチャンネルはあってもってことやね。ねまあ、はい、もう、ネタのみなんで。がっつりだから職人だ。はい、だから、むちゃくちゃレアよな。あんまそうです。YouTube、っぽい YouTube に出るのはあんまないかもしれない。そうよ。な嬉、はい、しいわ。嬉 <laughs> しいですね。なんかあんま、その、人に緊張することはあんまないねんけど、はい 昨日の夜、ね、布団に入って、空気階段かーってなってだってさ、その平場とかの、なんかコーナーとかの平場はあるで。はいはいはい。トークライブとかなんかしたことないやんか。マジでないっすね。どういう、どういう感じなんやろって思ってんの。はいはいはい。で、このチャンネルはさ、階段を浴びる会と題して、まあ、お化け、人の怖さとか、 もう、えぐい遅刻したとか、なんか、はいはい、自分の中で怖って思うことを喋ってもらうねんけど、はい、塊はさ、はい、怖いって思う。 いや、ありますよ。ありますよ。<laughs> そのずっと暗いところで生きてきたみ、ね、た <laughs> <laughs> いない。や、そう。ありますうわーのリアクションを、俺多分ゲームコーナーでしか見たことないから、はい、その多分廊下歩いてる時とか、楽屋で、うわーやってんの俺あんま見たことないから。はいはいはい、本当ですか僕でもそう、その感じで言うとめちゃめちゃビビり。あ、そう。はい。はい、え、じゃあその、今日喋ってもらうのは、はい、むっちゃビビった話ってこと むっちゃビビった話っていうか、うん、その、あ、なんか人間って、はあ、こうなるんだっていうか、その、なんかその話なんですけど、はあ、僕、5、6年前ぐらいまで、その、うん、あのバイトをしてたんですけど、うん、あの、うん、それが、えー、ホテルの、 朝食の配膳のバイトで、朝、えー、モーニングの時間にそのホテルの中に入ってる居酒屋なんですけど、そこの居酒屋が朝、日本食の定食を出してて、うん、それを配膳するっていう、うんえー、バイトをやってまして、で結構ずっと続いてる芸人がずっと イでバイトしてきてきるような新宿近辺のよ。ああ、そうです,そうです。あ<ー>あ、ういうは,いはいはい。そうですか。かって、知ってます、知ってます。はい。はい、もうだいぶ上だと、安村さんとかも昔やってたりとか、<laughs> その、インポッシブルのエイジさんとかやってて、で、僕がやってた頃は、優しいそのタイさんとか、うん、あの、男性ブランコの平井さんとか、いたんですけど、え、中でもその、すごい、なんですかね、癖を持ってるう芸人が多くて、 癖っていうのは、その、岩橋さんみたいなことなみたいな。あ、みたいなことをニュアンスの。はい。僕もそうなんですけど、うん、僕、何あの、まばたけがすごい多いんですよ。あ、言われたらわかるわ。はい。まばたけ多いというか強いというか、結構もう、キュッキュッて、うん。やっちゃう、うん。癖を持ってて、で、えー、 七曲りの森下さんもそこにいて <laughs>、吉 <laughs> 井さんもご存知だと思いますけど、むちゃくちゃ癖強いやん。癖はめちゃめちゃ強いんですけど、あの、声なはい。ウェーっていう。ウえ、ー、ーっていうのを、うん <laughs> えー、持ってる森下さんがいて、うんうん、であと、通学かの中山さん。え、中山さん何中山さんは、その自分の,あの肩に、おみこしを担いでる感覚が好きで、 ちょこちょこその、こうやって、おみこしを。<laughs> いや、見たことないねんけど。はい。担いでる感覚になるんじゃなくて、担いでるのが好きやから、そうやっちゃうん,、はい、うんですやっちゃうんですよ、その。はあ、で、あと、ウルトラブギーズの佐々木さん。おん。佐々木さんも癖持ちなんですけど、はいうん、佐々木さんは割となんかハッピーなタイプというか、うん、その普通に、 うんうんっていうのいやいや、ハッピーちゃうって。やりたくなっちゃう人なんですよ、その。え、表だってやってるいや、森下がひどいんか。森下さんが圧倒的に多分量的には半端ないんで、多分森下さんのイメージが強いと思うんですけど、結構。高弘さんもやるん高弘さんも、手つきで、やる人で。どんな話これはい。 でも、癖ちが、まあ、それぞれ。りこれ怖くなるこっから。これ怖くなります。最終的には、ちょっと怖いです。はい。楽しみにします。で、結構まあ、みんな、癖とか出ちゃうんですよ。忙しかったり。ちょっと、心理的に負荷がかかると、やっぱ癖出やすくなったり。ストレス感じたら出る。はい。特にまあ、森下さんとかわかりやすいんだその森下かなはい。っていうのとかは。で、結構店が混んできて、配膳とかも忙しく、 なったりしたら、ちょっとウエッ、おえ、おえみたいなのが、ちょっと聞こえ始めるんですよ。で、なんか、プラス、まあ、森下さん、その、リトル森下っていう。イマジナリーフレンドとか。今、自分の中に森下がもう一人おるんや。もう一人いて、指示出しの。指示出しの森下さんとかいるんで、うん、結構忙しい時間ですぐもう、お盆持っていかなきゃいけないのに、結構ちょっとここの段差で、二歩下がって、散歩。 みみたたいいいななんか指示を出されて進めあ、これそうか。説明ちゃんとせなあかんか。<laughs> 俺らは通通や, <laughs> やあの、うん、森下、7割の森下は、はい、頭の中にリトル森下っていうのがいて、その森、はい、リトル森下が指示を出してくるらしいんです、はい。僕の実体験で言ったら、先輩ある方と森下と3人でご飯食べてて、はい、なんか、 和牛のレアステーキみたいなのを森下がこう箸で持った瞬間に、はい、そんなことないって言って <laughs> <laughs> え。えって。二人ともなって、はい、ど、どうしたってなって、はい、いや、ちょっと全然気にしないでくださいってって先輩がトイレ行った時に、あれ、なん何やったんって言ったら、リトル森下が、はい、まずそうだなってずっと言って <laughs> 何の料理でもまずそうだなっていうのなんかもあって、そんなことない。 っていうのがあったり、はいはい、なんか家出る前に、こういうことをしなさいみたいな。はい、今着てる服を全部脱げ。って言ったら、なんか指示に従わなあかんから、全部服脱いでもう一回着るみたいな、ちょっと。 癖という、はい、ものがあるんですよね。<laughs> あります、ね、その中で、ごめんごめん、遮って。はい。その中で、普通にちょっとした店内に段差があるんですけど、その段差を全部降りて、また戻れみたいなのを、<laughs> そのリトルの指示が出てくるんですよ。大変やったよ。でも本当も忙しくていっぱいいっぱいなのに、そのリトルの指示も聞かなきゃいけないから、お <laughs> え、おほえ、おえ、みたいなのが、増えて、店内中に響き渡るんで、うんうん、そうなると、店長が、ちょっと、もしかしたら今日すごい、 いっぱい泣いてるから。泣いてるあの、帰省の泣いてるってね。泣いてる。口辺の鳥の。はい。店長言ってたんですけど、ちょっとあの、奥で今日は皿洗いしようかって言って、その、交板させられる交番板させられるんですよ。ホールからちょっと交板させられて、ピッチャー交代。だいぶ店の奥の方に、皿洗いの、一人で皿洗いするスペースがあるんですけど、そこに送られて、で、そうなったらそうなったで、やっぱり一人なんで、一人で黙々と、 皿を洗わなきゃいけないんで、それはそれで、やっぱ心理的負荷がかかるんで、すごい店の奥から、でっかい、おえーっていうのが、<laughs> <laughs> 聞こえてくるんですよ。なあ、怖なんのこれ。なります、なります。<laughs> 最終的に怖い。<laughs> <laughs> バってなるのね。バーって聞こえてきて、うんえー、結構その、ホテルの朝食の僕らのお店が、外国人のお客さんが多いから、うん、結構勘違いして、 あそこの店は、本当店内で鶏を締め殺して出してくれる、<laughs> <laughs> すごい新鮮な店だみたいな噂も、回るぐらい、その、気がすごい。聞いたことある人は、むちゃくちゃいい表現やって思うな。<laughs> <はい S 1> ほんまにぽいもん。基本的には、その,そのバイトも、うんえー、大体芸人が、まあ2、2、3人入って、<う>あとは社員の人とか、うん がいてっていうシフトの組み方なんですけど、ちょっとこの日はお客さん多いなみたいな日は、ちょっと手厚く、芸人5人ぐらいでえ社員といてみたいな、ちょっと人数多めで回すみたいな日もあったりして、で、今までそのまあ僕と森下さんと中山さんと佐々木さん、その癖持ってる4人が、被ることなかったです。そんなに。 でも、すっごい、えー、この日は忙しいっていう日に、たまたま、その、癖を持ってる4人が、え、集結集結しまして、はあ、まあ、もう、朝早いんですよ。朝6時からとかなんで、まず、その時点で結構心理的にもう、きつくて。軽、うん、ストレスがもうかかってる状態やん。はい、もう僕ももう <laughs> あ、おはようございますみたいな感じで。<laughs> <laughs> <laughs> あ わよ、わよ、ああ、ええ。中山さん、はい、今日も頑張ろう。いやいや、そう佐々木さんのまにゃいいやその漫才の畳みかけみたいな。もう、まず状態なんですけど。あんま悪、悪条件のグランドではい。やらなあかんねんな。はい。で、あの女、その日も、やっぱり、もう、こった返して、すごい、なんか、東京マラソンかなんかイベントあったかで、本当に忙しく はあ、で、で、もう、結構みんな、アップアップになってきて、まあ僕はもう、まばたきしながら、な、うんみたいな感じでやって、で、森下さんも <laughs>、ええ <laughs> で、お待たせしましたって言わなきゃいけないのに、ええって言って、そのお盆を行ったりとか、で、中山さんはキッチンでも、なんか、ご、あの、ご飯予想ときとかも <laughs>、うん、 こうやってしゃもじ使わなきゃいけないのにも。一番す少ない。やってたり結構もうごちゃごちゃしてて。オンパレードしてて。で、佐々木さんが、ま、れにいるんですけど、癖持ちの中でも、すっごい人の癖を、あの、吸収したくなっちゃうというか、セル的な、カービィ的な、あの、 人がいるんですよ、その。ああ、取得してはんや。取得しちゃうタイプの人がいて、佐々木さんがまさにそれで、で、で、そんな四人も揃ったことなかったから、結構僕と森下さんと、その、中山さんの刺激をもう受けまくって、もうなんか究極完全体みたいになって、もうなんかずっとなんか、うえみたいな、うんみたいな、うそやんみたい状態になっちゃって。うそやん えそれで接客するってことそれで接客。結局してて、もう究極完全体の佐々木さんと、まばたきの僕と、メの森下さんと、おみこしの中山さんが、それぞれのもう分野で力を発揮しながら、佐々木さんはもう究極完全体で、接客するっていうのを。<laughs> オールマイティーの。<laughs> やった結果、その、その店。 潰れました。<laughs> え潰れたんつれました。え潰したよ。や。いっになってるやんか。わ <laughs> かんないです。いや、まあ一番被害少ないよな。僕、目パチパチ僕パチパチぐらいなんで、うん、あれですけど、やっぱり、うん、お客さんからの,その見え方っていうのはどうなんだろうっていうのは、うん、ありましたし、まあわかんない。それが、すべての要因かわからない。まあわ、うん、からんけど、 一個の原因になってるかも。だからリピーターじゃなくなるよな。絶対に。そんな、高井さん、佐々木さんみたいな人がおったら、ちょっと、ちょっとすみませんってなるかもしれんよな。い。なら人もおるかもしれんけど。なおもろい話。いやいやいや怖いでしょ怖いでしょ怖いよ。もちろん。何してんねんっていう怖さもあるけど、ちょっとおもろさにすな。塊の話。 でもまあ、自分が人生で一番怖い体験で、はいはい、人生で一番怖い人を見たっていうのは、そうですね。あの、ウルトラブギーズ佐々木さんのハイ配膳バイトでの完全体、はい。完全体、究極完全体の佐々木さんです、ね。えー、風森さん。はい。ありがとうございます。あのー、今回ですね、はい、あの、お話を、オファー、 したときに、はい、その情報を見てたら、はい、空気階段が、ま、えー、単独ライブの全国ツアーが、あ、はい。始まるんですよねあ、はい。あ、そうなんです、はい。それは何日からですかえー、これが5月、えー、7日から、うんえー、東京でスタートするんですけれども、え、全国11箇所。えー、行くね、まあ。結構。11? そうなんです。えー、キャパはどれぐらいなの キャパが、場所によって違うんですう一番でかいところで。一番でかいところで沖縄1500が。沖縄 1500? むちゃくちゃな。東京、大阪、東名班じゃなくて。えそうなんですよ。沖縄1500ってなんかちょっとビギンみたいな。キャパで。え打って。ゆっくりある沖縄。全たくないです。え単純に。はい。行きたいから、沖縄。 で、やろうってなったら、キャパ空いてなくてで、でっかいとこ。でっかいとこになって、ちょっと、それが一番怖くて今、え、それが、チケットはもう発売してんのチケットが今、え3月31日から一般発売が、えファニーでスタートしてます、ね。じゃあもうこれを配信してる頃には、ちょうど発売前か、発売日あたり、やと思うんですけども、概要欄から入ってもらったら、一応買える。 一般発売で、え、じゃあ先行はもう終わってるってこと先行は、えー、終わってます。先行でも売り切れてるところとかもあるってこと東京は割とそうですね。た、そのはずなんですけど、うん、多分他の地方とかはまだお席あるんで、うん。一番危惧してんの沖縄え、一番危惧してんのは、えー、高知ですね。<laughs> ちょっと待って売れよ。え、沖縄千五百もだいぶ怖いね。だいぶ怖いですけど高知何高知1000の2階。<laughs> 高知1 0に、ねね、高,高知二千高知二千が相当怖いですよ。高知二千は怖いね。はい。と聞くところによると、この間その、M1 ツアー。うん。 やってるじゃないですか。全国のいろんな大きい会場で、え、M1 に出た人たちが、え、ライブするみたいなもう、だって、ドル箱公演っていう俺ニュース見たよ。はい。M1 ツアーって。じゃないですか。絶対に入る。もう絶対に、だから、2000キャパのところが、3回公演売っても速乾するみたいな大人気公演で、えコーチは、え、50枚しか売れてなかったっていうくらい。え、でも本番は埋まったやろ 本番,ですか本番は僕はそこの情報キャッチしてないんですけど、その僕が聞いた時点では、コーチだけ異様に売れてないっていう M1 ツアーが。2>, 2回だからもう、確定の線を、1回目声で満足させて、っていう手もある 1>,、はい、<laughs> 1回目でも大満足させて、全く同じお客さんの前で、 二回目やるっていう。え、前回の全国ツアーは埋まってたん、はい、全部。前回は割かし、ちょっと、えー、大阪だけちょろっとお席、はい。お、意外やったんですけど。大きかったん場所。まあ、そうですね。割と、ちょっと大きく出すぎた感じはありましたね。<laughs> それなんぼえー、900ぐらいのところーいや高知2000円の方がきついやん。はい。えー、え、900ぐらいやろ ?900 を4、 大阪3600。3600。大阪3600はきついか。結構きつくて。でもまあ、言うて空気階段のコントが見たいって人はいるやんか。<ー>空気階段も見たいじゃなくて、はい、もう空気階段が見たいねんっていう人はいるやんか。はい、はいはい。高知に何人おるかやな。いや、マジでね。初めて初めてです。一回も行ったことないんで。ええー、皆さん、ちょっとあのー、 このチャンネル、出てくれたんですよ、塊が。なんとか、高知、四国の方。四国は高知しかせんのやろ高知だけです。はい、えー。香川、愛媛、徳島の方。そして、そうですかね、兵庫の方もいけるかな何、ね、うん。橋渡れば。橋渡る、瀬戸大橋渡れば。山口、はいまあ、県の人も頑張っていけるかな行きますよ、困れば。うん。ちょ、何とぞ。何とか近畿地方の方。何とぞ。 高知2000そして沖縄、まあ、こう言ってる間にも完売してるかもしれないんですけども、概要欄から入って買っていただけたらなと思います。そして空気階段はチャンネルをやってまして、何というチャンネルでしょうか空気階段チャンネル。空気階段チャンネル。はい、そちらの方で一旦コントを見ていただいて、はいえー、気持ちを高ぶらして単独ライブに ちょっと来ていただきたい。そして配信チケットは配信も、えー、最後の東京公演がありますんで、これもまたおいおい発売されると思いますんで、ぜと追って、ちょっと情報は確認していただけたらなと思います。はい、えー、どちらのチャンネルもチャンネル登録、高評価、ベルマークの通知よろしくお願いします。そして、<う>えー、全国ツアーなりとどよろしくお願いします。ありま今日はありがとう。ありがとうございます。ちょっと、怖い話なんのかなって思ってたけど、はい、うん。最後の最後で、はい、怖かったので。 ありがとうございますというわけで皆様ご視聴ありがとうございましたありがとうございました太 <noise> 宰にまつわる人生にめっちゃ似てるみたいな俺が住んでる家やばっ実際にこの方が経験した話なんですねああそもそもうち犬なんか飼ってない <laughs> これは警察関係の話ですから飛び降りてるんですよね どううこれ突き破ったと、うん、メディアの50メディアに出せなかったお蔵入りの土下水階段聞いてカメラ待ってへんのに喋ってるやんと思って <laughs> <laughs> 誰が担当してたんだろうってなって <laughs> ま昔からその霊感的なものはあったんですよ赤ちゃんが中にぎゅうぎゅうに入ってるんですよ <laughs>